ヨガ八子息、山の一つアヒンサー、苦痛を引き起こさないこと。アヒンサーの開業に徹すると、その人は調和的なバイブレーションを放射するので、その人のそばでは全ての敵対が止む。それが一定期間続けて、思いと言葉と行為において実行されると、人格全体がそのバイブレーションを発するのである。マハートマー・ガンディはアヒンサーの実践と普及に全力を尽くし、多くの人々を一つに結びつけた。彼の生涯はアヒンサーとサティアの誓いに基礎づけられていた。それは完璧ではなかったが、彼は偉大な平和の使徒としての名声を全世界から勝ち得た。アヒンサーをほんの少し実行するだけでも、我々を高めるのに十分である。ヨガはどんなに過酷な状況にいても、その環境が変えられないのなら、自分自身が変わるしかないという思いから作られた修行法。山の一つであるアヒンサーを意識して過ごすことはとても大切だと思います。思考が言葉、言葉が行動につながるから。非暴力は人間に与えられた最大の武器であり、人間が発明した最強の武器よりも強い力を持つ。これはガンジーが残した言葉です。ヨガ八子息、山の一つサティア、嘘をつかないこと。サティアに徹した者には、行為とその結果が付き従う。正直な人間は物事の後を追う必要がない。なぜなら、それらの方が彼の後を追うからだ。そしてある人が常に正直であるならば、つまりその口から一言の嘘も発されないならば、彼の言うことのすべてが現実となる時が来る。絶対的な正直というのは、方便としての嘘も言わないということである。正直であることによって問題が生じたり、誰かに困難や不都合が生じるならば、我々は沈黙を守るべきである。嘘をついて私は知らないというのではなく、私は知っているが言いたくないと言えばよい。それは罪人をかばえという意味ではなく、自分自身も嘘をつくべきではないが、他人にも嘘をつかせるべきではないからである。サティア、いかなる場合でも嘘をつかないこと。
正直であることによって問題が生じるのなら、嘘をつかず黙っているべきだ。それによって去る人がいたとしても、自分の気持ちに正直に愛を持って優しい心で、ヨガ8子息、山の一つアスティア、盗まないこと。アスティアに徹した者のところには、あらゆる富が集まる。我々はすべて盗っ人である。知っていながらか、あるいは知らないうちに、我々は自然から盗んでいる。誰の空気を我々は吸っているのか。自然のである。一息一息を経験に受け取り、それを他者に奉仕するために使うのだ。そうすれば、我々は盗んでいるのではないことになる。もし我々が持てるものだけで満足し、盗みや貪欲とは全く無縁で、静かな心を持ち続けているならば、すべての富が我々のもとへ来る。もっとも富めるものというのは、冷静沈着で緊張や不安から自由な心を持つ人である。我々は最悪の最中にあっても冷静であることができ、その冷静によって他の人々を沈静させることができる。冷静は感染する。こちらが微笑めば、相手も微笑み返す。微笑みにお金はいらない。我々はあらゆる人々に喜びを感染させるべきである。時間や空間を共有して楽しみ、お互いが幸せを感じられる。あなたが微笑めば、あの人は微笑み返す。喜びの連鎖が起き、幸せは感染する。多くを持っていれば分け与え、受け取ってまた奉仕する。借りたものを返せば不安は取り除かれる。アスティアを貫くことで豊かさが得られ、幸せな一人ぼっちにもなれるのです。
プラフマチャーリア。禁欲に徹する者は勢力を得る。愛の基盤が肉体的接触だけにしかなかったら、心は決して一人の人では満足しない。だからそれだけが愛を表す方法ではないのだ。精液は我々の生命である。それは正しく保存されると多大なエネルギーをもたらす。それは体に吸収されるとプラーナに変わる。良い人間関係を作ることを可能にしてくれるのは、この生命力である。もしあなたが誰かに自分自身を捧げたかったら、それを純粋に、純潔にせよ。あなたは非常に神聖な何かを捧げようとしているのだ。そういう捧げ物をどうして他の人に汚されてもいいものか。結婚する前によく知り合いたかったら友達になればよい。プラフマチャリアの価値を知ろう。それは必ず我々を強く、幸福に、健康で豊かにし、至福に満たしてくれるのだということを。ヨーガ八思索、山の一つ、アパリグラハ、無所有。アパリグラハが揺るぎないものとなったとき、自らの性の原因と様態が余すところなく照らし出される。贈り物というのは、名声や金銭や宣伝のためではなく、ただ与えられるためにのみ、与えられるもののことである。ヨーガ八思索、ニヤマの一つ、シャウチャ。体よりも深いもののために、より多くの時間を使うようになると、自分は全く体ではなく真の自己であると悟り、二つの体を結びつけることに興味を持たなくなる。霊的な統合というのは、必ずしも肉体的な統合とは違うのです。ただ、思いと言葉と行為において純粋であれ。ヨーガ八思索、ニヤマの一つ、三等者。
ただあるがままに樽を知ること。三等者によって無常の喜びが得られる。もし何かが来るなら来るがままに、来なければ来ないでそれもよし。多くを望まず、今あるものが十分にありがたいことを知る。満足を知る者は豊かで幸福である。ヨーガ八思則、ニヤマの一つ、タパス。苦しさに耐えられる力を持つこと。苦しみを受け入れると同時に、他者に幸いをもたらすならば、その利は一層大である。だから他者の苦痛を受け入れよ。我々は苦痛を受け入れても何も失わない。苦痛が大きければ大きいほど我々の得るものは大きい。そして何の苦痛もなかったら、得るものも何もない。一つ、スワディアーヤ。絶え間ない努力によって、我々は自分の特定のマントラに結びついた心霊のビジョンを得る。ある一つの妙に専念していると、最後にはおのずから形が現れる。それは人間の形をとって現れるかもしれないし、音や光で現れるかもしれない。私の朝のマントラは、オーム・ガン・ガナパティ・ナマハ。それからホ・オポノポノ、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。シュガーラプラニターナ。イーシュガーラプラニターナは献身の生活すべてを主、あるいは人類に捧げる生活である。完全な献身という一点を極めるために、
さまざまな道が用意されている。その道の数は知れない。さまざまな宗教、さまざまな哲学、そのすべてが持つ一つの究極の地点、そこにたどり着くためにどれを取るかは、とにかくそこに着きさえすれば問題ではない。瞑想とは集中とサマディの狭間、ヨガとは心の作用を止めること。本当のサマディとは、すべてを捧げてあらゆる執着から完全に自由であるときにのみ可能な心の静けさのことだ。山に山の十項目のうちの一つを実行すると、残りのすべても自然に行われることになる。一つが完成されると、集中、瞑想、さらにはサマディさえもがもたらされる。その物質が一つ獲得され、性格化されるだけでも、心は正常で静穏となる。だからその時には瞑想をする必要はなく、我々はいつも自然に瞑想しているのである。ここからはチャクラについてお話しします。体は複数のエネルギーから成り立っていて、光り輝く球体は絶えず動き、複雑に変化します。スシュムナーと呼ばれる尾底骨と脳の中心を結ぶ軌道があり、エネルギーはこの軌道を上下に流れます。スシュムナー上にあるエネルギーセンターのことをチャクラと言い、人間の体には7つあるとされています。このチャクラが整うと、心身の調子が良くなって、バランスの取れたベストなコンディションを保つことができます。自分の潜在能力を引き出すことも可能になり、勘が鋭くなって、不思議な体験をする人もいます。体内のプラーナ、
エネルギーをコントロールするためにも重要なのがチャクラの調整。その近道がヨガと言われています。第一チャクラ、ムーラダーラ。骨盤底にあり、肛門と性器の間に位置します。7つのチャクラで一番の基盤となり、チャクラの活性化はここから始まります。精神的な根でもある骨盤の安定は安心感につながります。第二チャクラ、スワディシュターナ。下腹、丹田に位置している不動のポイント。ここを安定させると最小限のエネルギーで体を動かせるようになります。第三チャクラ、マニプーラ。腰のあたり、へそ、根と幹をつなぐ、上半身と下半身をつなぐ、消化や吸収、排泄作用などの機能を調整し、生命活動を支える重要な場所と言われます。第四チャクラ、アナーハタ。胸の部分に位置し、愛情を司るチャクラ。このチャクラが整うと、思いやりにあふれ、穏やかで温かい気持ちになると言われています。第五チャクラ、ビッシュダ。喉、甲状腺にあるエネルギーの通過点。コミュニケーション能力を高めるチャクラ。コントロールはできず、第一から第四チャクラまでが調整されて自然と整います。第六チャクラ、アージュニャ。眉間の少し上、第三の目と言われる部分、直感力を高め、瞑想の核心を握るチャクラと言われます。交感神経と副交感神経の調整機能に関与し、これまでの5つのチャクラの機能を調整します。第7チャクラ、サハスラーラ。頭頂の少し上、身体の外に位置します。すべてはつながり、一つであるという到達点。サハスラーラの目覚めには、いつでも執着から抜け出せる状態でいること、自分の心が自由であることが重要。そしてこのチャクラの目覚めがヨガの最終段階、サマディへ通じる大事な入り口となるのです。